第3競技者は佐々木康弘選手、申告 50m、 公式大会初出場のルーキー賞対象選手です。スタートしました。ポイさん、このスタートはオフィシャルトップというんですね、はい、スタートとかではないんですね。そうですね、フリーダイビングではスタートのことをオフィシャルトップと、呼んでますね。なんか独特です。申告の 50m を超えてターンをされて、まだまだ行きそうな感じがしますけども、どこまで行くんでしょうか。で、ご覧いただくとバタ足しているのが、よくわかると思います。そうですね、はい。で、まあ、バタ足して、まあ、少し伸びたりしてですね、休憩をしながら、泳いでいきます。長いフィンを使っていらっしゃるんですね。そうですね、この種目長いフィン使う選手多いですね。まあ、メーカーと、ガル、鬼怒川のロングフィンとかも、展示されているんですけども、選手の好みによって、硬さがあったりとか長さがあったりとかしてですね、自分の使いやすいフィンを使って、潜水していきます。フィンにもいろんな種類があるんですね。そうですね、100をターンしましたね、はい、上がりましたね。判定を待っています。この時間はどんなことを考えるんですか。僕の場合はですね、余裕があるときはもうめちゃくちゃ笑顔なんですけど、はい、余裕がないときは割と酸欠の症状出たりしてますけど、はいはい、佐々木選手はもう全然大丈夫そうです。ホワイトのカードを出ましたね。100m、105m ぐらいですかね、記録、と思いますけれども、また後ほどインタビューのブースに来ていただいて、お話を伺ってみようかなと思います。はい、さあ、喜びの表情。嬉しそうですね。いいですね。まあ、これね、ホワイトを出た瞬間が一番ホッとできる瞬間ですね、はい。佐々木選手、お疲れ様でした。初めての大会いかがでしたか。感想を聞かせてください。本当あっという間で、もう準備段階が本当ちゃんと何をしていいか考えてないと、本当時間ではあっという間で、なんか本当に全部がいい経験になりました。記録はちなみにいくつだったんですか。100ターン車ぐらいなんで、104とか5ぐらいですかね、多分ね。まあまあ、ホワイトカードゲットということで、初めてのホワイトカードをゲットした、感想を教えてください。やっぱ率直に嬉しいですね。やっぱみんなでの前でこう潜るっていうのは初めてなので、本当に率直に嬉しいです。苦しくなかったですか。苦しかったですけど、なんかそれとトモイが上がる瞬間に、あ、もうちょっと伸ばしていきたいなっていう気持ちがちょっとありつつ上がりましたね。いいところで、僕の経験から言うと、多分いいところで上がっていると思います。まだいけそう、まだいけそうって、無理してしまうと、記録が残らなかったりするので、まあ余裕を持って上がって、次もうちょっといけそうっていうのを、また練習をして次の大会につなげてほしいなと思うんですけど、まあこれからも大会出ていくと思うんですけど、
なんか目標とか意気込みがあったら聞かせてください。そうですね、あまり考えてはなかったんですけど、実際こうやってね、大井さんとかすごい方を目の前にするとやっぱ日本代表ってなってみたいなって気持ちやっぱふつふつと湧いてきて、まあ、それに行けなくてもそれを目指しながらちょっとやっていきたいなって思ってます。いいですね。ぜひ、日本代表関東の選手が多いので、中部から西で、日本代表になる選手、どんどん増えればいいと思います、頑張ってください。最後何かあれば視聴様の皆様に、そうですね、魅力ですね、フリーダイビングはやっぱ周りにもあまりいないの でやっぱイメージが苦しいとか過酷とかそういうイメージなんですけども、実際ちゃんとした教え方をされて、実際やってみるととても気持ちいいものなので、ぜひ興味がある方一度 僕にでもいいので周りのフリーダイバーの方に声かけてみるのはありだと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。おめでとうございます。